インガルペでデベロップメントチームのキャンプを終えた後にジローナに来て僕のアパートに転がり込んで一緒にトレーニングしております。時間のところで1分110回転1分リカバリーを8本というメニューです。昨日コーチとミーティングして今日は、まあ3時間ってまあそんな長くないけどエンディランス等で一緒にスペインで過ごすことができて、まあ、イタリアの時も一回、オシーズンで家族と一緒にいたことがありますけど、娘と息子は、飛行機乗ったらスペイン行けるんでしょみたいな軽いノリなので、たくましい6歳児と3歳児です。僕の方がビビリです。何の話じゃこれ。っていうこんな、ね、たわいもない会話をトレーニング中だったり、レースが落ち着いてる時とかは集団内で顔見知らぬ選手とかとそんな話をしたりしてます。ちょっと競技スポーツでは不思議な競技かもね。試合中にさ、家族の話、そうそう、ライバルチームとさ、最近どうみたいな、家族元気みたいな話しないでしょ。するもんね、自転車はね。もちろん勝負がかかった時とか、アタック合戦中にそんな余裕かました選手はいないですけど、ね、落ち着いた時とかはね、面白いかも。そういうのって僕たちはちょっともうそれが普通だけど、自転車ロードレースを知らない人からしたら結構不思議がいっぱいなスポーツかな。